今日は呼吸です。はい、リベンジですね。リベンジですね。ちょっと商売道具を見に行きます。ハサミをいっぱい買う予定。いっぱい、まあ良ければ試し切りして、良ければシザーバー、セニング、スライドカットシザーとか、うん、全部買いようかなと。有名なお店なの？有名なお店ですよ。人気、メンズカットに人気かな、うん、って感じです。全然違う。いや、切ってみないと分かんない。ああ、気に入るハサミは、あ、じゃあハサミによって全然違う。全然違う。だから、まあちょっと試し切りしてみて違ったら買わない。とりあえず、うん、まあ、見てみて買えれたら、まあ一式買えちゃうかなと。じゃあ20から25なんで、30の方が、まあ、その辺はちょっとこうどっちかをちょっと見てもらって、どっちがいいか。あ、手前が女性はいないので、メガネの方がいいですかね。じゃない方がいいです。じゃない方がいいですかね。はい、そうです、そっちか。じゃあこっちも帰ります。帰ります。はい、パーセントが低いもの、ここにある中で 3% があります。あ、ストレートで作りますか。はい、ストレートで作ります。 3% はね、これで作りました。ちもめっちゃいや、私もしかも実際のプライメラーが使いますので、パーセントをしようかな。 DB20 と、それで、あとバイバイとしてスリングがこれで、うん、あと定中、あと今何やるんだっけ、スライドのこれか、3本、ちょっとまだ今迷ってる。パーセントは低いものも発射よし。それが一番いいです、切れ味は。自分、木金曜日だけかと思うんですよ。こっちは剣型とハムグリなので、こっちの方がちょっと硬い感じです。時間的に。ちょっと逃げちゃいますか。いや、逃げないです。それで木曜日、あ、じゃあ出るんだなと思ったんですけど、あの、今日来た時の話したら、木金と思って言われたんです。ちょっと調子を行こうと思って。あ、そうです。自分が木曜日行くのが、良かったです。とりあえず3本、うん、普通のグラントできるシザーとセニング1本とスライドカット用1本買いました。
でちょっとセニングのパーセンテージ低いやつ在庫なかったんで、その試し切りのまたちょっと試してみてよかったらもう一本買いたいと思います。全然良かった。良かった。結構切れ味もよく使いやすかったです。楽しみだね。2ヶ月後？あ、そんなかかるの。ハンドルも変えちゃったから。あ、そっかそっか。なんかカスタムできたの。そう、ヒットポイントとちょっとハンドルを変えちゃったので、ちょっとそこまで時間かかるんですけど。